した気もするわ。唇のその形に記憶があるよな。それ以上全部あやふやで、何があったかどうだっていい。あなたと恋をしたらしい。どっちが別れいた。偶然で始まるわけないでしょ。 Oh no way、 まさか冗談じゃない。また同じ過を犯せない。 Oh mistake、 別日よ。あんなに遊んでた日も私と違う。 Oh my god、 皮肉ね、こんなとこで会っちゃう。なんか起きてる？え？カツラじゃないよ。え？本当に？本当ですか？切りました髪。そう。すごい。すごい。え？何かが起こった。起こっちゃった。この15分ぐらいでバッサリ。裏で。裏で。すごい。切りました。え？かっこいいですね。Thank you.
私このヒールで全然踊れんくって、その横でくまちゃんが全力でめちゃくちゃ踊ってるからなんかすごい嬉しくて、いつもね私センターでね歌ってるとね、みんなのねパワーをね横からも背中からもすっごい感じるの。そのおかげで自分もパワーが出せてるから、なんか今日もみんなのパワーをすごく感じられてすごい幸せだった。うん、みんなが幸せにしてくれたんだなと思って、私のことありがとうね。大好きなのあなたのこと、24時間考えてる。大好きなの夢の中でもあなたが出てきて切なくなる。辛いことがあったり嫌なことがあったり、なかなか自分がしたいことがねできない世の中になってきたりしてると思いますけど、信じれば、誰かがそばにいれば、ファンの皆様がそばにいれば、夢は叶う。13年間皆さんがそう思わせてくれました。だからきっと今の辛い思いだったりもやもやしてる気持ちも、みんなで信じて、みんなで手を取り合って心をつないでいけば、きっと明るい未来になるんじゃないかなって。 SK だけじゃなくてね、48グループ、アイドルグループ、この世の中、また明るい未来が来たらいいなって思いながら、私も明るい未来に向けて卒業したいと思います。